こんにちは、任天堂レビューアーのケントです。今回は2023年の任天堂を予想していきます。結論から言わせていただきますと、今年の任天堂は激動の1年になりそうです。スイッチのソフトはまだまだたくさん発売になるでしょうし、それ以外にも皆さんがあーっと驚くような発表をしてくるでしょうからね。そこで今回は5つのトピックを挙げていき、丸かバツかで答えていきます。今回のメニューはこんな感じです。次世代スイッチは今年中に発表されるのか、スイッチの売り上げは前年を超えるのか、スーパーマリオ本編が今年中に発売されるのか、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムはゲームオブザイヤーを受賞するのか、ゲームキューブソフトがスイッチオンラインで今年中に配信されるのかといった感じです。ファンとしては全部丸にしたいところですが、そこは冷静に考えて無理そうなものは正直にバツと答えていきます。さらに動画の後半では昨年僕が予想したトピックがどれだけ当たったのか結果発表をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本題やっていきます。まず最初に予想するトピックは、次世代スイッチが2023年中に発表されるのかどうか。これは丸と予想します。そもそも次世代スイッチとはどういったものなのかと言いますと、バージョンアップ版ではない任天堂が次に送り出す新しいゲーム機ですね。わかりやすく言うと任天堂 DS に対する任天堂 3DS のようなものでしょうか。で、次世代スイッチがなんで今年中に発表されるのかと言いますと、理由としては2つあります。1つ目は、近年の任天堂は2年周期でゲーム機に関するアクションを取っているからです。2017年は通常のスイッチを、2019年はスイッチライトを、2021年は有機 EL モデルを発売しました。で、2022年は充実したソフトラインナップで盛り上げていましたが、今年も同じようなやり方ですと話題性に欠けると思うんですよ。なぜかと言いますと、現状のスイッチで新しい遊びを提案するのが難しくなってきているからです。マップを広くしたり、キャラクターの表示数を増やしたら格付きが目立ってしまうとか、そういう話をたくさん聞きますので、スイッチではもう開発スタッフがやりたいことが難しくなっているように感じます。もちろんインディーズでよく見られるアイデア勝負のゲームでしたらまだまだいけると思いますが、映像面での進化が目立つ対策ゲームをこれからも売っていくのは難しいでしょうね。また任天堂は株式会社です。任天堂の株を買ってくださっている方を安心させるため、常に業績を右肩上がりにしていかないといけませんので、このタイミングで次世代機を発表するのは必要不可欠に感じます。ここまでの話を聞いて、スイッチプロみたいなバージョンアップ版を出すのはダメなのかと思われた方もいるかもしれませんね。確かに話題性は生まれるかもしれませんが、バージョンアップ版ではお客様に大きな驚きを提供するのは難しく感じます。バージョンアップさせることで 4K 画質になるとか、処理落ちがなくなるとか、そういった進化が期待できますが、他社からプレイステーション5、Xbox シリーズ X といった高性能なゲーム機が2年も前に発売されていますから、もっと根本的なところを変えていかないと、2年後には陳腐なものになってしまう可能性があります。実際 3DS でも New 3DS というバージョンアップ版が発売されましたが、2年くらいでインパクトが薄れてしまいました。まあ僕は任天堂ファンですので、バージョンアップしたスイッチが発売されたら買ってしまうと思いますが、有機 EL モデルを出しておいて、さらなるバージョンアップ版をまた買ってくださいというのはユーザーに優しくないですね。そのような理由で僕は次のゲーム機はバージョンアップ版ではない次世代機になると予想します。次世代スイッチが2023年中に発表される2つ目の理由は、昨年の12月にスイッチプロの開発中止が噂されたことです。スイッチプロとはバージョンアップ版スイッチの通称で、かねてより噂されていましたが、海外で有名なジョン・リンネマン氏が、実際にスイッチプロは開発されていたけど現在は中止されたんじゃないか、その代わりに真の後継機を追求しているとのことだと観測を述べられていました。で、この話が日本でも少し広まっていまして、ヤフーニュースなどにも取り上げられています。もちろん噂に過ぎない話ではあるんですが、近いうちに次世代スイッチが発表されることの裏付けにはなると思います。で、発売時期についてなんですが、少なくとも2023年内はないでしょうね。イメージ的には2023年内に発表して任天堂の将来性をアピールして、2024年から2025年のどこかで発売するといった感じでしょうか。参考に 3DS は2010年3月に発表されて翌年2月に発売、スイッチは2015年3月に発表されて2017年3月に発売されました。発表から発売までに1年から2年の歳月が流れていますので、2024年や2025年に発売するのでしたら、早ければ次の決算発表会には存在を明かしてきそうです。次世代スイッチがどんなものになるのか予想しにくいところはありますが、おそらくスイッチと互換性を持たせてくると見ています。スイッチは任天堂史上最も成功したゲーム機で、たくさんのユーザーを取り込むことに成功しましたから、この流れを次世代機にも継承させたいでしょうからね。
次世代スイッチでも従来のスイッチソフトを遊べるようにするのはもちろん、スイッチオンラインのサービス継承、任天堂アカウントによるサービスの強化によってユーザーを定着させてくると見ています。その上で新しいゲーム機じゃないと実現できない遊びを提案してくるでしょうから、次世代の任天堂がどうなるのか非常に楽しみです。次世代スイッチの予想をまとめていきますと、2023年内に発表、2024年から2025年に発売、スイッチソフトも遊べる、スイッチオンラインのサービスも継続といった感じです。任天堂のゲーム機はスタートダッシュにつまずいてしまうことも多く、 3DS や Wii U はそこで苦しんだ過去がありますから、今度はそうならないよう細心の注意を払ってくるでしょうね。他にもどんな機能を搭載してくるのかとか予想できることはたくさんありますが、今回はこんなところにしておきます。続いてはスイッチの売り上げは前年を超えるのかどうかについて、今年のスイッチも新作が充実していまして、1月にはファイアーエンブレムエンゲージが、2月には星のカービィ Wii デラックスが、5月にはゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムが予定されていまして、年内にはピクミン4が発売されることになっています。ソフトメーカーからもオクトパストラベラー2、ペルスナ4ザゴールデンなど色々と予定されていますが、前年の売り上げを超えるのかと言いますと、僕はバスと予想します。理由としては2つあって、1つ目は昨年ほどソフトラインナップが強力じゃないことです。昨年はスプラトゥーンやポケモンスカーレット、バイオレットなどが大ヒットしましたが、現状のソフトラインナップでここまで売れるタイトルは見受けられませんので、難しいんじゃないかなと予想します。まあもしかしたら未発表のタイトルにものすごく売れそうなタイトルがあるかもしれませんけどね。2つ目の理由であるソフト売上の二極化によって難しそうな気がしています。実はゲーム機の市場って年数が経つごとに売れるソフトと売れないソフトがはっきりと分かれるようになっていまして、特定のソフトばかりに話題が来やすくなっています。スイッチ市場でもその傾向が現れていまして、昨年もスプラトゥーンやポケモンスカーレット、バイオレットがめちゃくちゃ売れましたが、その裏では前作から売り上げを大きく落としたタイトルが生まれてしまいました。その流れが今年はさらに強まるでしょうから、全体の売り上げは若干落としてくると見ています。ただソフトラインナップの厚みは過去最大級になりそうなので、個人的には楽しみな1年だったりします。先ほど挙げた任天堂の対策はもちろん、スプラトゥーン3、ゼノブレード3、マリオカート8デラックス、マリオプラスラビッツ、ギャラクシーバトルの追加コンテンツが予定されていますし、他にも未発表の新作が控えているでしょうからね。発表されそうなものを挙げていきますと、リズム天国、友達コレクション、スイッチパーティー、スーパーマリオ、ドンキーコング、ポケモンスカーレット、バイオレットの追加コンテンツでしょうか。全てが年内に出るとは言いませんが、何かしらのタイトルは出るでしょうから、任天堂ファンとしては今年も楽しい1年になるんじゃないかなと思います。続いてはスーパーマリオ本編が今年中に発売されるのかについて、これは丸と予想します。スーパーマリオ本編とはマリオたちが冒険していくアクションゲームのことで、 2D、3D の大きく分けて2タイプが存在します。で、今年はどちらかのマリオが発売されると見ています。理由としては4月にマリオ映画の公開が予定されているからです。この映画はイルミネーションとユニバーサルの共同で作られた渾身の一作で、大々的にアピールしています。このような映画を展開する理由の一つに、ゲーム以外の形で任天堂 IP を知っていただくきっかけになればいいと考えているようです。で、ゲームソフトの販売につなげようと考えているようですが、そうなると今年中に新作を出さないのは不自然だと思うんですよね。 2D、3D、どちらが出るのか予想しますと 2D マリオでしょうね。 2D のマリオは長らく新作が発売されておらず、完全新作としては2012年のニュースーパーマリオブラザーズ U で止まっています。一応バージョンアップ版が2019年に、コースを作成できるスーパーマリオメーカーシリーズが展開されていますが、これだけでは満足できない方も多いようで、当チャンネルで行ったみんなが選ぶ復活してほしい任天堂ゲームランキングでも7位にランクインしました。そういった需要を考慮に入れますと、年内に 2D マリオの新作が発売されてもおかしくはないんじゃないかなと思っています。任天堂は2019年に 2D アクションゲームのレベルデザイナーを募集されていました。何を作っているのかは不明ですが、もしかしたら映画と連動した 2D マリオの新作かもしれません。 3D マリオの方はマシンパワーが要求されますので、出るとしたら次世代スイッチ向けかな。ここ最近のマリオは派生作品が続いていましたので、ここらで純粋な新作が遊びたいですね。続いてはゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムはゲームオブザイヤーを受賞するのかどうかについて、ゲームオブザイヤーとはその年に最も優れたゲームに贈られる名誉ある賞のことで、一番有名なのがザ・ゲームアワードという海外の表彰イベントです。で、今回のゼルダが受賞するのか予想させていただきますと、これは丸と予想します。今回の新作はあのブレスオブザワイルドを土台に作られた作品ですし、開発に6年近くも費やした超大作ですからね。
任天堂史上最もお金をかけて作られたゲームでしょうから、そんなタイトルが受賞しないのは考えにくいです。まあ対抗馬のファイナルファンタジー16、バイオハザード RE4、 マーベルスパイダーマン2も素晴らしい作品に仕上がってるでしょうから、 100% とまでは言いませんけどね。1ファンとしてはゼルダティアキンに一番期待しています。本動画を投稿した時点ではあまり情報が公開されていませんが、ブレスオブザワイルドの地上マップに空のマップを加えた縦に長い世界を冒険できるオープンワールドゲームになりそうなので、前作のように革命を起こしてほしいです。続いてはゲームキューブソフトがスイッチオンラインで今年中に配信されるのかどうかについて。スイッチオンラインでは任天堂が昔発売したゲーム機のソフトを遊べるサービスが展開されていまして、2018年からはファミコンソフトが、2019年からはスーパーファミコンソフトが、2021年からは任天堂64ソフトが配信されました。その流れでいきますと、2023年からはゲームキューブのソフトが配信されそうですが、これはバスと予想します。理由としてはゲームボーイやゲームボーイアドバンスソフトがまだ配信されていないことです。どちらもゲームキューブよりも前に発売されたゲーム機ですので、まずはこちらのソフトを配信してくると見ています。ゲームキューブソフトよりも移植がしやすいでしょうし、容量も控えめでしょうからね。今予定されている64ソフトの配信が一通り終わったら、ゲームボーイやゲームボーイアドバンスソフトの配信に力を入れてくると予想します。ゲームキューブソフトの配信は任天堂にとっては切り札のようなものでしょうから、今のままですと次世代機のサービスに持ち越しするかもしれません。カービィのエアライドとかペーパーマリオ RPG とか、未だにゲームキューブだけでしか遊べないタイトルはたくさんありますので、早く現行機で遊べる環境を作ってほしいんですけどね。というわけで2023年の任天堂を予想していきました。次世代スイッチは今年中に発表される。スイッチの売り上げは前年を超えない。スーパーマリオ本編が今年中に発売される。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムはゲームオブザイヤーを受賞する。ゲームキューブソフトがスイッチオンラインで今年中に配信されることはないといった感じです。果たして全て当たっているのでしょうか。来年も当チャンネルが続いていたら結果発表していきますので、楽しみにしてもらえると嬉しいです。全体的にはスイッチ市場が緩やかに落ちていって、次世代の動きが分かる1年になるんじゃないかなと見ています。次世代スイッチの発売が発表されるのはもちろん、マリオ映画に続く映像コンテンツが発表されたり、スマートフォンを使った新しいサービスやゲームが発表されたり、ゲーム専用機を主軸にいろんな分野で任天堂 IP を展開していくことがより分かる1年になりそうです。とはいえ完全な移行は 2,3 年先でしょうから、今年もスイッチのゲームを中心に楽しんでいきたいですね。今回の動画を見て最近スイッチを買われた方やこれから買おうと思っている方は戸惑ってしまったかもしれませんが、形になるのはもう少し先でしょうから、今あるものを楽しんだらいいと思います。ではここからは昨年に予想したトピックの答え合わせをしていきます。昨年は5つの予想をしていきました。1つ目はスプラトゥーン3が大流行、2つ目は任天堂の対策が充実する、3つ目は次世代機の発表はない、4つ目はリングコンを再活用、5つ目はサブスクリプションのサービスを強化ですね。まずは一つ目のスプラトゥーン3が大流行する件について、これは的中しました。まあ予想しやすかったと思いますが、それでもスイッチソフトの最高初動を更新したりとかなりの勢いを誇っていましたから、的中したのは嬉しいです。二つ目の任天堂の対策が充実する、これも的中しました。予想した時点で星のカービィディスカバリーやポケモンレジェンズアルセウスの発売日が決まっていたとはいえ、ゼノブレード3やポケモンスカーレットバイオレット、スイッチスポーツは未発表でしたから、想像以上に充実していたように感じます。特にポケモンスカーレットバイオレットはアルセウスと同じ年に出すとは思いませんでしたから、嬉しい誤算です。三つ目に予想した次世代機の発表はない、これも正解でしたね。まあ当時は有機EL モデルが発売されたばかりでしたので、発表される可能性は極めて低いとは思っていましたが、4つ目のリングコンを再活用、これは外してしまいました。リングフィットアドベンチャーが売れ続けていますので、リングコンを他のゲームでも利用できたら面白いと思ったんですけどね。ただ同梱されているレッグバンドに対応したスイッチスポーツは発売されましたので、完全な不正解ではないかな。5つ目のサブスクリプションのサービスを強化、これは三角といったところでしょうか。サブスクリプションとは定額料金を支払うことで対象のコンテンツが遊び放題になるサービスのことで、任天堂の場合スイッチオンラインや追加パックがそれにあたります。で僕は昨年サービスを強化するにあたって、ゲームボーイゲームボーイアドバンスソフトの配信、有料追加コンテンツの無料化を予想しましたが、後者はともかく前者は外してしまいました。実際には64ソフトを月1ペースで配信するにとどまっていて、他社のサービスと比べたら物足りなく感じます。スイッチオンライン追加パック加入者向けのサービスとしては、それ以外にもマリオカート8デラックス、コース追加パス、スプラトゥーン2、オクトエキスパンションが遊び放題になる特典などが追加されましたが、もっと充実してほしいですね。
というわけで2022年の結果発表でした。予想しやすいトピックばかりを選んでしまいましたが、まあ割といい線いってますよね。今年の予想は当たるのかどうか、来年の結果発表を楽しみにしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせをしていきます。現在僕のツイッターではゲームに関する質問を受け付けています。スイッチでじっくり遊べるソフトはないの？とか、おすすめの任天堂ゲームを教えてとか、気軽に質問してください。概要欄にツイッターの URL を貼っておきますので、よかったらフォローしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。バイバイクー。